これ今社長さんのハウスでですね、天井から吊り下げてある山の軒忍ですね、それと、まあ、ここに宇宙蘭がたかってるんですけど、これ社長さんが考案したんじゃなくて、原種の宇宙蘭が山にこういうふうにあってたかってるやつをそっくり、植え付けたらしいんですね。まあそれなんで岩松なんかも入ってますけど、こんな風にして昔はですね、岩場なんかのちょっとくぼみとかなんかにまあ、ここにも石刻もありますけども、こういったところにですね、宇宙蘭の種がこぼれてこのように傾斜してね咲いてるんですね。まあ、これが本来の宇宙蘭の天然の咲き方ですね。山登りしてるときに疲れたときにふっとこれがいたらやっぱりほっとしますよね。まあもともとはこんな感じですよね。まあ今の花を見ると見られないかもしれないけど、ただこういうふうにあって生えてるっていう、これがこの自然の感じの生え方です。まあなかなか山に行って見ることってのは最近は難しいですけどね、実際にはこんなふうに生えてるっていうことで、まあ自生してる様子なんかはちょっとみんなに見せたらどうだいっていうことで今撮ってるんですけど、こんなふうにして、昔はねあちこちの山に、まあ山の南向き東向きですね、西側向きにはどうしても西日が強かったりするんで生えてることは少なかったですけど、だいたい東南向きの岩場にこんな風に、生えていました。まあ見たことない人は、まあ、とりあえずねこんな風に咲いてるんだということで覚えておいてくださいね。